ホグワーツレガシー、前回の続きからプレイしていきましょう。左に進むのが正解みたい。でもどうやって？こっちに進むのが正解っぽいんだけど、ん？これ戦わないといけないのか？違うか？あ、壊しちゃって壊しちゃったんですけど、大丈夫ですかね。よし、勇気のマント。うーん、右左って行くだけなのか。こうか。これで、これで？あら。こうで、こうやって、おわ、奥の壁の印を狙えばいいのかな。前もそうやってアーチを並び替えられたっけ。え、でもなんか変わってるよ変わってる一回死んだおかげでなんかいけるようになったけど、あ、気持ち悪いこの廊下、普通に嫌だったな。あ、壊しとくか。お、いつ襲ってくるかわからん。はい、なんか現れたね。これを使うんだろうけど。ねえ、やっぱり。はい。よし。はい。柱はあるけど、道登るのに足場が近くにないな。はい。コンプリント。はい。オッケー。お前もだな。なんか透明なんですけど。レベリオ。いった。やばい。え、透明なんだけど。あ、そういうこと？こういうことか。なるほどな。おらよ。はい。やばい。危ない。はい。よし。オッケー。で、あの足場をどうにかしたいから、よし。印に当てるとアーチの並びが変わる。反対側に通り道があるのかも。印に当てると、あー、ん、あー、なるほどね。じゃああれ持ってこないといけないじゃん。おちょいで。よし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 。これで、でもこれやっちゃうとこのあれが変わるんだよな。これでいけるか？いけないよな。こうか？違うな。これで、
ブロックの一つを引きずってアーチをくぐれるかな。ああ、そういうこと。すごい教えてもらってるな。違うな。この状態で、こう、あれ？行って、ここ置いて、こうか。これ、大変だな、これ。よっと。よし。で、ぐるっと回ってもろって、よし。本当に嫌。嫌がらせじゃん。よし。壊せ壊せ。先手必勝よ。ん？いっぱいいるな。危ない。エクスペリアムス、はい、ほら、いっと、はい、よし、オーケー。ん？まだいる？いないよな。ここなんかありそうなんですけど、これなんかかかってんだよな、ゲート的な。ん？何？勝手に回ってる？おお、あの箱か。箱か。アイテムだったら別にいいかなっていう気持ちなんだけど、そこまでなんかものすごい貴重なアイテムってなんかこういうので手に入ってる気がしないんだよな。レベリオ。何？よし、オーケー。地面揺らすの本当にやめてほしいな。あ、来ますね。来ます来ます来ますね。やばい。はい、よし、おら、いって、やばい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 、おいおい、よし、危ない、ち、危ない。クルーシオ自体にダメージは、はい、やばい、はい、オーケー。ほら、早く使わせてくれ、やばい。よし、どこだ、痛い痛い痛い。うん、やばい、はい、よいしょ、危ない、危ない、オッケー、次、痛い、危ないよ、よし、エクスペリアムス、はい、クルーシオ。学校の先生こそ止めないといけないんだけどな、このクルーシオ。犯罪なんだっけ、これ使うと。あ、出たわね。
これ、ちょっと待って、最後の方で気づいたやつだ俺が。ねじゃあ、行った。待って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 、こうね。それだったらちょっとこうして、こうこう、どれが一番強い、こうか、これでいくか。はい、呪いはでかいよな。ほらよ、古代魔術よ。よし、はい、よし、いった。何を、はい、いった、はい、はい、よし、はい、アバダ欲しいな。はい、へいへいへい、全然効かねえな。はい、よし、オッケー、よし、はい、えい、はい、くらえ、硬いんだよなこいつ。よし、はい、痛い、ウィゲンウェルド飲んどいて、痛い痛い痛い、いった、はい、ほらよ、よしよし、はい、オーケー、クルーシオやっぱ効いてない感じがするよな。これプロテコでいけるんだな。はい、はい、よし、はい、はい、オーケー、よし、オーケー、倒した。これだけでいいのにな。これはこれで結構時間かかるんだけど。よし、あとは記憶を見るだけか。でもクルーシオに俺は傾倒していってるから、どんどんあれなんだよな、闇に飲まれていってんだよな。大丈夫なのかな、ルックウッド的には。
イシドーラの旅の話が楽しみだ。どうぞ。さあ、座って。イシドーラ、私たちは君に聞きたいことが。いいわ。見せたいものがあるの。父さん、ホグワーツの同僚よ。兄が亡くなってから喋らなくなったの。今回の旅で昔から思っていたことを確かめられた。私たちには苦しみを取り除く力があるのよ。イシドーラ。なんということを。消したわ。イシドーラ、それは未知の魔法だ。見えるのは瓶の中に封じられたものだけで、それにどんな力があるのかわからない。しかしその魔法の痕跡は私が知るものとは異なっている。ありがとう。記憶を奪ったっていうだけでもないんだよね、あの感じだと。これに近づいていってるって考えると結構危ないんじゃないのかな。まあ近所に見入られてる俺が言うのもあれだけどね、あんまり聞かないであろう相手にも苦しみを与えようとし続けてるのは非常に微妙な気はするけど。戻ったな。終わったよ。しかも5体満足だ。おい、5体満足じゃない可能性はあったのか。ああ、また会えて嬉しいぞ。ルックウッド先生がルックウッド城での出来事を話してくれたよ。私たちが今置かれている悲惨な状況の中、君のように有能な者がこの道を選んだことは実に幸いだ。ありがとうございます。言われた通り、この2つ目の遺物は守ります。よろしい。準備はできたか？うん、聞いとくか。石原が父親の胸から引き抜いた光る糸は何ですか？それは痛みだった。試練をこなせば彼女の行動が理解できるだろう。覚悟ならもう決まってます。ならば紹介するとしよう。こちらはホグワーツの元校長ニーフ・フィッツジェラルドだ。お、増えた。はじめましてね。試練を乗り越えた生徒が現れたこと、実はそんなに驚いてはいないの。ホグワーツの生徒はやると決めたことは何でもできると信じてるのよ。ありがとうございます。お会いできて光栄です。私の試練を乗り越える準備はもうすっかりできているのでしょ。でもその前にどう言えばいいかしら。私の試練の場を準備しないといけないの。我々は先生の判断を信頼しています。あなたは不手際を取りなす方法を他の誰よりもご存知のはずですから。その腹立たしいうぬぼれ校長の。ええ、もちろん。すぐに全て整った状態にしましょう。もちろん。フィッツジェラルド先生が道を用意するまで少し時間がいる。準備が整うまで魔法の腕を磨いてきなさい。その間、ランロクとビクトール・ルックウッドの活動について何か分かったら、ぜひ我々に教えてくれ。ええ、分かりました。この人たちが知って何の意味があるんだろうか。ねえ先生。ええ、分かってます。引き続き魔法を磨きます。飲み込みが早いな。ロド国からもすぐに連絡が来るといいが、それで君が取り返した兜で何が起こったか分かるだろう。今日もいつも通りよくやった。また今度話そう。
やっぱりこの禁じられた呪文を使うのにあんまり抵抗がないんですね、先生ね。よくやったって言ってくれたからね。なんか言われたらフィグ先生が何も言わなかったよって言っとけば何度か何度かな。雪のホグワーツいいよな。ユニバーに前雪が降った時あって、その時に行ったんだけど、めちゃくちゃ良かったよ。はい、じゃあ次、多分いろいろあれだよね、フクロウ来ると思うんで、まあ何かしら新たなクエストがあります。この辺ちょっと全部謎だけど全部謎なんですけど、まあ何かしらやっていきましょう。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。コフリンゴ、密漁者と揉めたってナティから聞いたよ。